さあ、新しく出ましたリールね、そして、アンタレスの DCMD とカルカッテコンクエスト300と400、ね、もちろん、バス用だと思ったら大きな間違いですよ。バスにも使えます、ね。これはもともとですね、モンスタードライブ海用としてね、海で使えるように、なんと例えば平場であったりとかね、いろんな尺に、そういったもの、に使える。アンタレスの DCMD モンスタードライブモデル、こちらの方はですね、今まではメカニカルブレーキついてなかったんですよ。今度のはつくようになりました、ね。で、ドラゴン横は、ね、6キロ。一番変わったのは飛距離です。今までのモンスタードライブ、どうしてもちょっとブレーキをですね、気持ち強くかかって、これをもう少し解放しよう。なんでっていうとね、例えば東京湾なんかですと、サワラやなんかなんです。サワラ使うとき何使いますか？皆さんメタルジング 30g、40g。そこにブレードつけてかっ飛ばすんですよね。ブレーキかかってると飛ばないんですよ。ね、そういったところでですね、まあ、非常によく飛ぶように、しました。XB モデルっていうブレーキが非常にこう緩いタイプなんですが、これには2通りありまして、一番マックスの8、7、6、5と、5、6、7、8、これはビッグベイト、用と考えて、今最近ではシーバスをビッグベイトで狙うというのがメインになってきました。ね、ブラックバスをビッグベイトで狙うというのはほぼなくなりました。ね、関西ではまだあるんですが、まあ、関東では 95% 以上、シーバスのためにビッグベイトですから、バスは 5% あるかないか、というぐらい、ね。日曜日、土曜日、日曜日なんか行きますと、ガイド船、乗り合い船、ね、そしてマイボート、何十艇もの船が出て、そこで皆さんがシーバスのビッグベイトを楽しんでいます。どうした時のビッグベイト用が5、6、7、8です。さあ、先ほど言いましたこのメタルジグなんかカットバスっていうのは4、3、2、1。1、2、3、4っていうところが要は、メタルジグのような、空気抵抗の少ないもの、それを 100m 強で飛ばしたい、という時に使っていただくモードです。まさに海のためにあるという思っていただいても結構です、ね。今回のはちょっとガンメタをちょっと強めにかけてみました、ね。非常にいい感じだと思います。俺的には本当はここに赤入れてほしかったんだ。もう村さん決めちゃったのよ。俺に聞けよ。ね、メーカーの人間っていうのは売れるものがわからない。小売屋の親父、次にやる。ね、俺は売れるものが知ってる。ね、はい、ということで今回出ましたのがこのアンタレス DCMD で、ね、ギア比も、非常に上がっております。1回転あたり約95センチほど巻けますので。まるでスピニングのように巻いてくることができるという、はい、カイラバからないからいろんなものにお使いになっていただいていいと思いますよ。で、アンタレスの DC の、21モデルの一番下の一番だとすると、こいつにとってはそれが3番ぐらいなんです。あ、そうなんですか。だ3番ぐらい、向こうの1番と3番が同じぐらい。だから3ってことは1、2、3、まだブレーキいっぱい効いてますよ、ね。そこからまだ2番、1番ありますよという展開。もっと軽くできる。そうですよ。で、4、5、6、7、8、はい、XB ボンド。これがあのビッグベイト用。はい、どうしてもビッグベイト途中でグワンと回って、今、シマノがこうやって折りたたみでよく飛んでるんだけど、普通のやつは飛ばないじゃないですか。はいはい、あれがこう飛んでる時に空気抵抗がバッかかるわけですよ。はい、そこでドーンとバックラッシュする。それの時にガッとそこにブレーキをかけるというシステム。だからスピナーベイトなんかでも、このところまた 昔ながらの7番とか8番のブレードが入ってきて、すごい速く。で、そのブレードだけ買いに来る人がすごく多い。あ、本当にめちゃくちゃ多い。で、うち全部売り切れちゃったから。で、まあ、俺と内藤さんがたまたま同時に YouTube で言ったのがきっかけだったんだけど。俺は全然知らなかったの、はいはい、俺はたまたまそれを生放送で言ったら、次の日の
あの内藤さんのやつを見たら、はい、なんか同じことやってんじゃんそっから急にバーンって売れ始めて、はい、3回ぐらい仕入れたのがあんまりない。そうですか。でしかもあの今度ずっとミニタイプのスピナーベイトが流行ってるんだけど、で今はもう大きい方しか全然売れなくなった、はい、ね、まあまあ、その辺のところが違うのと、まあ、あとはメカニカルブレーキがついたので、はい、今までのついてなかったから、それの考え方自体がそもそもおかしいじゃん。これはね、何度島野に言っても分からない。あれでもなんでなくしてたんですか。これがないとこの分こっち側に中にセットアップがない。なるほど。これが出っ張ってくるとこれをセットアップを出さなきゃいけない、はい、そうすると出すとこういう風に中に近いとこを負けるでしょ。だから力強く巻くのには手前に来てる方がいいよっていう。だからハンドルみんなこうやって曲げてこうやってやる。そうですよね、うん、内側に、はい、だそんな力だってバスにいるか確かに、ね、60センチのバスだって別にそこに、ね、それはほぼ関係だって。しかもそこの中でやってる戦ってるのはせいぜい1分程度だ。であとは、まあ、やっぱり前の DC の MD と一番違いはすごく滑らかに曲げるということ。そうですか。やっぱり前のごついっていう感じがすごい強かったね。あのね、16、なんか18のアンタルスのあたりまではそこのギアの噛み合わせがあの今みたくなってなかった。そうなんです。そうそう、だからザラ感が残ってた、ね、18から超えて、まあ、21だとかその19アンタルスとかあの辺からヌルヌルになった。あそこから変わったんですよ。この白パターン C バス東京湾で行くと、うん、どんな意図を DCMD、まあ、基本的に DCMD あの DCMD、まあ、2通りあって、まあ、こちら側だと PE の2号だとか、はい、やるんだけど PE の2号ってバックラッシュすると絶対に直んないで、本来は3号からを進めてるんですよ、はい、3号4号、そうすると多少バックラッシュしても治るんです。だからここがすごく重要なので、でナイロンであれば20を使うと、プツンと切れて飛んでっちゃうんですよ。22あると人間の力で切ることは非常に難しくなるんです。たった5号と6号の違いなんですけど、だから通常であればビッグベイトに使うのはナイロンの22、25、30P でいうと3を4、ランカーが多い傾向の時は30とか最初から入れてっちゃう。いや、ナイロンで、はい、ランカークラスっていうランカーの80センチとか90センチ程度であれば別にあの22、25まで来ると大丈夫。20は簡単に切られます。20は簡単に切られるけど、はい、まあ、もちろん市バスの人たちって、まあ、あのバス上がりの人たちが多いからバス上がりの人ってドラム締めちゃう。そういう傾向ありますね。だからプチプチ切られる、はい、ドラム設定はどんな具合で DCMD だったのか。思いっきり通常思いっきり締めた状態から気持ちずっと緩めてもらうと糸でグッと引っ張って、だから何キロ締めなさいなさいっていうことはしないんだけど、ライン引っ張って手が切れない、よしっていけるぐらいのずるっと出る程度だったら、まあ、まず切られるのもない。そう、分かりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。釣り工 TV です。バスを釣るときに水深が岸から測れたらこんなに便利なものはありません。ディーパー魚群探知機だったら岸から水深水温測れちゃいますよ。詳しくはウェブサイトをご覧ください。